ズーチャンネルロードショーにようこそ。ようこそ。ようこそ。お越しくださいました。ねえ、久々のズーチャンネルロードショーなんでございますが、はい、私タバコを減らしまして、はい、結構そのパイプで持ってますね。はい、食事をしたらすぐ、うん、タバコを捨てたんですけれども、うん、はい、今3日間で1箱です。おお、素晴らしいですね、うん、減りましたね。減りました、減りました。いずれゼロにするというね、はい、荒行に今挑んでるんですけどもまあそういうような形で、はい、まあ、このズーチャンネルロードショー今回は、はい、福島遠征、はい、ですからウト君がいますね、てんちゃんがいませんね、はい、で横に福島のおばさまがいると、はい、いうことでですね、ぜひぜひ、はい、何を今回やるのかと、うん、ねえ、あれなんですが、はい、我々が唯一黒歴史と言っても良い、はい、課金数が100いかないというマジかよって言ってこんな面白いのにとかいう、やつですが打ち切りになってしまいました、はい、ガチチャレンジ。違うでしょガチチャレンジ違うでしょ違うでしょ全部あいつらのせいにしてみたいなね。いやいやいやガチホワイト、ガチホワイト、はい、はい、がですね、誰得なのっていうか誰が待ちなのとかいうのもあるんですが、今回1回だけ帰ってまいりました。はいはい、はい、名付けましてガチホワイトリターンズ&リベンジ、はい、とにかく1回でも200超えとかしてみたいということでね、はいはい、私ども最終兵器を持って、挑むことになりました。すごいところですよ。はい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 、もうここにねもうスペース作ってますから、どんな見どころといいますか、はい、そうですね、そういうのなんですが、今までのガチホワイトはですね、ある意味観光スポットみたいなもんでございまして、だからね、そこが反省点なんですよね。そう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 、心霊スポットは、うん、結構行ってみれば、うん、なんとなくわかるじゃないですか。はいはいはい、だからやっぱりパワースポットっていうのは、うん、きちんと調べてちゃんと説明ができないと、うん、ただの観光スポット巡りになってしまう。そうでございます、そうでございます。なるほど、なるほど。経験則を踏まえて、うんうんうん、今回はおばさまにご助力いただきまして、おばさまのお墨付きの、もう絶対ここは大丈夫だと。そうです、誰にも教えたくなかったですもん、はい、もう、でしかも、うん、きちんとおばさまの解説付き、うん、これでもう効果も間違いなし。はい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 、はい、もう幸せになっていただきたいと思って、はい、ね、公開しちゃいました。お願いします。だからもうある意味アルティメット、はい、もう究極ですよ。そうですよ、うん、でもこうやるとさ、いや、はい、面白いんですよやっぱり見てたら、うん、俺らみたいにパワースポットなんて分かんねえから、うん、本音を言えば、はい、なんかおちゃらけて茶を濁すしかないんですよ、うん、でもちゃんとここは、うん、ここ映してとかね、ここを、はい、触ってみて、見てみたら、これがいいわよとかいうのがあると、うん、おー、なるほど、ガチホワイトの完成形ってこれかっていうね、そうですね、っていうようなぐらい面白かったんですよ。うん、はい、ねえ、ということで、本当これは知る人ぞ知る、はい、そうですね。でも、ダメなんです、俺たち昼やるとどうして、やっぱ昼間の人間じゃないんですよね、うん、夜じゃないとダメなんですよ。ということで今回は唯一、はい、特別版ということでね、ロードショーの扱いに、はい、させてもらいました。はい、どうですか、大丈夫ですか、これ見て本当に、本当にすごい立派なところなんですがあ、どうぞ、すみません、はい、パワーだけはものすごいんですよなるほど、はい、私がもう体験してますので皆さんもぜひ、はい、ね、これずっと見て、うん、そして体験してみてください。はい、はい、本当に体リラックスしてね、そしてご覧になっていただきたいと思います。なるほど、おばさまのお墨付きですよね、これ。
画面を通して皆様にもパワーがちゃんと届くと。はい、大丈夫です。そうです、そうです、はい、ありがとうございます、ね、はい、あのところどころね、あの大木、それもあのこう触って、はいはい、あの私たちがね代表で触りましたが、ちゃんとあの皆様にも届くようにしましたので、はい、どうぞ皆様何回も何回も見てください。なるほど、うまい、はい、お上手、はい、そこがあのね、はいはい、はい、1回見れば1個、2回見れば2個、どんどん来ますから。なるほど、蓄積されていくわけですよ。なるほど、それはもう毎日見ないと。いいコメントです、3ポイントアップして。はい、私初めて3ポイントですね、うん、上に報告してくれます。何ですか、ありがとうございます。何ですか、この最近の先生は。あの、はい、査定しとかないと、うん、初めていただきました、もう今のとこね、僕ね、減点ばっかされてるんで。多分来週あたりには聞いてるかもしれない。いや、今のはですね、マイナス2点ですね、上に報告してくれます。報告してきます。査定が始まってるんですよ。来週あたりはサングラスかけてる人いるけど僕じゃないかも。うん、うん、本当に、ね、俺が一番最近はひどいからね。そうですか。うん、原稿のもう辞さないという勢いですよ。まあ、そうですか。だって入らないんだもん。ああ、まあ、はい、どうぞ。はい、今日は本当にあのね、天気が良かったので、はいはいはい、これが雨だったら ね、なんかちょっとあのね、残念かななんて思いますが、雨は雨で素敵なんですよね。でも今日はやっぱり、はい、あの今日のパワーも、うん、あの私感じましたけど すごかったです。あ、そうですか。ええ、はい、おばさんはマイナス4ポイントですね。マイナス4ポイントなの。減点の方が多くなりましたよ。もう今のコメントだったらもう今これ帰りのシーンになっている。行った後になってますね。った後になってますね。それバラしていいのは僕だけですね。何マイナス4ポイントなの。いやいや、でも田川もさっきあの一言、はい、言ってたこと言ってたから。何でしょうか。あの言ってきた感のあることセリフを。ああ、そうですか。ああ、じゃあマイナス2点。わかりました。上に報告しておきます。上に報告しておきます。あのお互い足の引っ張りをやりましょう。チームワーク大事ですよ。チームワーク大事ですよ。どん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 。ただ、はい、分かりました。あの帰りですこれ。帰りなんですけど、実は俺昨日あの車中泊で俺車で寝てて、はい、俺ね親指の足割っちゃったんですよ。ほんで痛かった、うん、いや痛く全然ないんですけど。はい。それで、あ、嫌だな、違和感がすごいなって。うん、あの今違和感なくなりましたもんね。そうですか。やっぱ効いてますね。効いてますね。もらいましたね、いっぱい。もしかしたら割ったところの爪がグッともう伸びてるんです。なるほどね。はい、ゆきさんマイナス1ポイント。上に報告しておきます。グイ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 してますね。来週ね、多分ね、こうメガネだけなんで。はい、ヨシさん、マイナス2ポイント。今のプラスじゃない。いや、もういいよ、あの、いまいち面白くなかったですね。そんなのありえないじゃないですか。メガネだけ、今回。メガネ。はい、どんだけ、天の顔もしましたね。まあ、いいですけど。まあ、そんな感じで、まあ、ある意味、仲良しがですね、ピクニックがてらというようなイメージではなく、はい、うん、今回のは本当ガチで、はい、非常にいいところを紹介できたと思います。本当に素晴らしいところですので、うん、あの今だから言えるんですけども、はい、ここっていうところでもパワースポットっていうだけで映してましたからね。はい、ただの倉庫ですからね。そういうのありましたね。ありましたね。でもパワースポットだって言われてるんですよ。でも着いたら倉庫なんですよ。って言って、そういうところがあったっていうんです。あったんですよ。そんなんですか。これ右ね。右、はい、それは人気もないよねみたいなね、うん、ということで、はい、今回の、ズーチャンネルロードショー、ガチホワイト、はい、リベンジ&あ、リターンズ&リベンジ、開始でございます。お楽しみください。こっから先はユーロでございます。後半も同じ